こんにちは、ゆうです。バズダのお時間です。はい、今日無課金サブサブアカ、チョロやって、あ、闇属性縛りチョロやっていきたいと思います。今日たちの方、おめでとうございます。それでは、今日はね、タイトルとサムネに書いてある通り、僕ももう最近ね、タイトルわけわからんこと書いてるんですけど、わかりにくかったら、ごめんなさい。7月のクエスト、レベル10に行きたいと思います。はい。11はね、なんかね、もうなんか一回負けちゃって、なんかやる気なくしちゃって、じゃあ12の動画撮ろうかなと思って、それで勝てそうなパーティーをちょっと調節してきたんで、調節というか、ね、編成組んできたんで、ご紹介したいと思います。いや、ほんまどうでもいいんですけど、イヤホンがね、ちょっとね、水没しちゃって、めっちゃ音ガッシャンガッシャンなってるんですよね。はい、それでご紹介します。夜さんですね、リーダー。夜さんに、属性無効洗剤。ねえ、悪魔キラー。これ属性無効貫通は、いらないです。普通にキラー振った方がいいんですけど、僕はもう剥がすのがめんどくさいんでつけてます。で、アシストは、スパイファミリーのサイレア武器ですね。はい。で、こちらが、10日ですね。10日にスキルチェーン4つ、カミキラー1つ、ドフラミンゴの武器です。こちらも、スキルチェーン4つの必要は全くなくて、キラーの方がむしろいいです。で、2体目の10日に、スキルチェーン4つ、カミキラー1つ、で、8連ガチャパーの武器です。スキブ2つ補ってます。で、こちらがドムですね。ドムに、上限解放に、小学生、冬上限解放、神キラー。で、修繕、ジョイヤー武器つけてます。で、こちら、レイリーさんですね。レイリーさんに、小学生、スキルプラス。で、潜在が光属性軽減のダメージ、光ダメージ軽減を3つ。上の方ね。はい。で、コンクエストレコード、アレキサンダー大王の武器ですね。なんだっけ、イルムの、やつが、若干ね、つけてたらワンチャン耐えれたりとかする時があったので、ちょっとつけてます。はい。で、こちら、ユーリオンアイスで。いや、違う、ユーリオンアイス、アニメや。ユーリオンアイス、ユーリブライヤか。直接スキルプラスで上限解放。は、果たして解放されるのかわかんないんですけど。はい。で、回復キラーに。で、お片付けしかできませんもん。夜さん武器ですね、フレンドさんの。はい。つけていただいてます。これでね、グラビティからのバーンっていうのをちょっとやりたいなと思って。はい。つけてるだけです。はい。で、バッチは HP プラスですね。はい、それでは、シェアツクエスト12クリアして、魔法石109個にして、ガチャ動画のための、ね、準備をここでしたいと思います。それでは、スイコン。ごめんなさい、ちょ、お茶が、喉乾いちゃって。今日めちゃめちゃ喋ったんで、ちょっと。いや、めっちゃ音質悪くなった。水、お茶の中につけちゃったんで。はい。で、10日変身させまーす。で、こちらで、ちょ、修繕、使います。で、バインド解除して、はいはい。で、夜さん使って。はい。いやー、イヤホン買わなあかんようになったか。最悪やな。ちょっとイヤホンには容赦してほしかったね、なんか。まあまあまあ、すべては、ね、お茶、コップの中に落とした僕は悪いんですけど。はい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 、OK。これはいけそうですね。はいはい。これね、ちょっとワンチャン運ゲーになっちゃうんですけど、闇が5個あれば十分です。はい。闇が5個なくていいんですよ。5個消しがたくさんあれば。はい。たくさんやってもね、4つぐらいあればね、十分なんですよ。はいはい。で、闇は5個消しせずに、これ3つ消しだけにしておきます。で、左をたぎります。あ、OK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 。オッケー、よし。で、これで、あとは、1コンボ。で、また、1コンボ。で、このタイミングで、10日使いますと。で、無効化貼って、で、2コンボ、3コンボ、4コンボ、5コンボ、6コンボ。ちょっと待って。さすがに感覚5消しで倍するから。はい。よし。で、また、1コンボ、2コンボ。で、1コンボ、2コンボ。で、また、1コンボ。で、また、1コンボ。で、10日を使って、ギリギリまでね、この夜さんの武器、貯めて、まあ、そんなにね、まあ、はっきり言って貯めんでも、全然貯まるんですけど、まあ、どうせやったら、まあ、最後に待っとくかっていうね、親心というか、ちょっと待って、普通に組もう。ちょ、ミスったらシャイにならんから。まあ、その回ね、もう夜さんがね、どっちにしても、この後も、まあ、遅延さすんで、もうどうせ、
単体インハが消えちゃうんで、もうそれならもういいかなと思って。はい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 。でここをコンクエストレコードアレクサンダー大王の比較させて、で当家のこれジン使って、はいはい、これで、はい、もう毒を解除します。でこの間にちょっとだけでもねダメージを与えてあげると、後々楽になるので、僕もそうしていきたいなとね。ちょっと T 字なんか決めちゃって全然食らってないな。 OKOK。 ルーレットがねちょっと早く消えてほしいよね。ルーレットある間ちょっともうあれ無理せんとこ。はい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 、OK。 でこの2ターンでまあ削っていくと、はいはい、T 字消ししてもいいんですけどね、そんな、まあまあまあ、どっちでもいいかなっていう感じですね。はい。はい。OK。ここでね、トーカーを使いたくはないんですよ。OK、OK。で、このターンでトーカー使いたいんですね。このターンでトーカー使いたいんで、はいはい。二撃で行く、一撃で行くにはその10日の単体インハだけじゃとってもいけないんで、ちょっとねあらかじめ削っておく必要があるっていうだけで。 OKOK。 こんだけね行ったら多分余裕で行ってくれるんで、よーし。でそうこうしてる間にまた修繕も溜まってくれるん で光属性軽減張ってるんで、まあまあ全然足りると。張ってる人は耐えれるんですけどね。で、レイリーさんのルーレットで上書きしてあげて、で、10日使います。OK、OK。んで、あと、片付けしかできませんのが、一旦なんで、バッチリですね。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。ここで組もうか。闇にしたいな。はいはい。足りる？はい。ああ、間に合いなかったか。オッケー、多分。いや、マジか。オッケー、オッケー、あぶねー。あぶねー、じゃあ、夜さん使っといて、ここで。はい、よろしいでしょうか。はいはい。まあ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 。ちょっとしたね、イレギュラーがあっても全然。あっぶねー。ちょっともうほんま、ボツになんの嫌やて。はいはいはい。ここで、はい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 。はい、オッケー。はい、オッケー。よし。よーし、オッケー。まあ、よかったかもね、帰って。よし。で、ここで、覚醒の子が来ると。で、はい、怒ってくると。で、お片付けしかできませんの、使います。で、聴覚根性解除して、で、ここで、透過使っといて、で、修繕使っといて、回復して、で、ドロケオンかけて、トークかけて、ここね、ここね、大丈夫。でも、夜さんも上限解放されてるんで、はい、そんなに焦らなくても。はいはいはい。待って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 。パズルが怪しい。オッケーオッケー。これで、イエス！サクッといきましたね。ちょっとトラちょっとね、一旦ちょっとねミスちゃったんですけど、はい、それでは一周受け取りましょう。魔法石12個ゲットです。はいはい、どうだったでしょう。さあ、クリアユーザー上クリア歴、クリア歴、はい、こんな感じでございますね。はい、こんな感じで、詳しくはこんな感じの編成でございます。7分7.4秒
ぐらいでクリアできるので、はい、まあ、トーカね、ぜひ2体持ってて、あのワンピースクラブから始めて、あとドムも持ってるよって方、はい、リラフレ全然逆とかでいいんで、はい、今回リラチェーンとかもないんで、はい、よろしければね、どちらかフレンドさんに借りて、はい、試してみるといいんじゃないでしょうか。で、まあね、この編成が、まあ、闇属性縛ってますけど、どなたかの幸あの参考になれば幸いでございます。はい、それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。お会いいたい私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。